見えぬように何をやったか、日本人の風土、美風、また気質、ね、武士道精神もそうです。先ほど一番最初にうちの中事務局長が報告したいわゆる教育の原点と言われている教育職、このようなこのことを日本人らしさを全て撤廃しようとしたわけですね。教育直後、人ともに我が校と構造、国を始めること公営に、徳を立つること信仰なり、我が心によく忠に、よく公に、特徴心を一にして、よよその美をなせるは、これ我が国体の成果にして、教育の変幻また実にここに来ず、何時心に、父母に公に、平定に有に、夫婦愛わし、交友愛心に、教権己を自し、博愛衆に及ぼし、学を治め、行を習い、もって知能を啓発し、特技を成就し、進んで公益を広め、政務を開く。これでは演説会を始めさせていただきます。まず、私の方から、少々この場所をお借りいたしまして、お話をさせていただきます。今月29日は今から50年前の1972年、当時の田中角栄総理大臣が中国との国交を結んだ日です。直後について少々お話をしたいと思います。先ほどの同志が報読していました教育直後、まあ、皆さんは昔の喋り方でわからないっていう人が多いと思うんですよね。私も正直わからないことがいっぱいありました。ですが今これから皆さんと私とでこの現代文ですか、このわかりやすい現代文を参考資料とともにちょっと報読したいと思っていますので、これからの素晴らしいこの国、伝統、文化、そしてどこの国にも負けない100年、半分近い歴史があります。現在、我々の日本を取り巻く隣国による脅迫行為ともとれるミサイル発射、軍事演習、これが日々深刻さを増しているんです。このような高いところから、大きな音で、大変ご迷惑をおかけしております。先ほどのね、電子2名もおっしゃった通りですね、私たちは、いわゆる民族は右翼、言われておりますけれども、まあ、この場所をお借りしましてですね、私たち遊牧男子会は、先ほども言ったように内憂外患、いわゆるこの外国とのこの接触、困難ですね、そういったことと、また内憂、またこれからもお話があると思いますけども、あの自民党と統一教会の問題、またはですね、まあ今年50周年というね、なっております。いわゆる昭和47年、時の田中角栄がですね、日中国交正常化を結んだ年でもあります。そこで、果たしてこの、いわゆる共産党独裁国家でもある、このいわゆる中共、この国と我々は国交を結んでいて、果たして、ね、正常化と言いながら、このね、友好関係に正しい日にちを送ってきたのか、そういったことを考え、そういったことを打たれているわけです。そして、その上に、陸海空軍は永久に持たない、保持しない、そういったことを書いてある。ね、どこの国家でもですよ、このいわゆる国軍というものは、国民から称賛されるわけです。ね、当たり前にですよ。自分の国の領土、領海が危機にさらされて、工作員だらけになってる。ね、略奪、そんなことされたら、だって、国は国ではなくなりますよね、もちろんね。それと同じように、そういう危機にさらされる前に、武力行使ができるようになってる。しかしながら、なぜこのようになってしまったのか。
皆様方もご存知の通り、ね、今年でいわゆる終戦から77年という月が経ちました。ね、この昭和20年いわゆる8月15日、恐れ多くも昭和天皇のご聖断があり、敗戦を喫しました。そして昭和27年4月28日のいわゆるサンフランシスコ講和条約、この約7年間、ここが大事なんです。そうですね。そういった中で、追いつけ、追い抜けで、祖国強兵となり、あの、国王やアジア、アフリカをね、脅しめらした、あの、帝政ロシアに、たったの30数年で、勝ったってことです。で、暑い日が続くのはね、まあそれはそれ天候のことですから、しょうがないんです。仕方ないんです。そもそも、温暖化だとかね、冷暖化だとかね、で、そういった気象のことでやたらとメディアで騒ぎ立てているようなね、活動家がいますよ。ね、政治家使ったり、何をして。地球の歴史というのはね、46億年以上あるんです。じゃあ、天候のね、歴史というのをね、きちんとしたデータが残っているのをいつからですか？ね、伝承や何々に過ぎない、その程度のデータだって、たかだか1000年いかないですよ。確実なものであれば200年やそこらですから。だから、ね、やたらと地球温暖化というものをね、旗印にやたらと政治的なね、絡みに持っていこうとするようなそういった勢力があるんです。まあどちらかといえば左翼系統なんですが、そういったところでね、これよくテレビでも使われるんです。じゃあ今テレビね、皆さんメディアだから、メディアに対してはね、非難合合のね、声を上げていいんです。で、公平公正な立場で見ないから、だからね、政権担当能力がない政党も、これね、選挙の時にどこに票を入れていいか分かんないじゃん。ね、じゃあ、中国のね、そういった脅威に対して、実際に脅威です。ね、軍事的脅威。あそこの海上航路を抑えられたら、日本は飢え死にするだけですから。何度でも言います。私のような一民間人の知識のない、学のない人間がね、簡単に思いつく攻め方ですから。だから、あそこのね、海域、じゃあフィリピンやベトナム、そして日本のね、海域である尖閣諸島周辺、こういった EEZ ね、排他的経済水域。後期、2682年、令和4年9月11日、大変まだまだ日差しの強い、そして残暑厳しい、まあこの入間もちょっとね、私新アジア同友会というまあ団体を持ってまして、まあ会長を務めます埼玉県川越市からこの近くなんですけど、毎月この友国男子会さんのね、小松代表のまあお力をちょっとお借りしまして、私のこのダミ声を毎月1回この入間の皆さんにまあ聞いてもらうような形なんですが、統一教会内にね、まあ夜日韓トンネル構想というものが、ね、これ皆さんヤフーでもいいし Google でググっていただいても、日韓トンネル統一教会とかっていうふうにググってもらえるとたくさん出てきます、ね、でその日本側のトンネルの、まあ、要するに、まあ、入り口というのが佐賀県の唐津市ですね。で、そのトンネルの入り口の 1.5 キロぐらいのところに名古屋城というのがあるんです。で、この名古屋城というのは何かというと、豊臣秀吉が朝鮮出兵を行うときに、まあ、要するに半島に出兵するにあたって侍たちが要するに朝鮮出兵するということで名古屋城に、まあ、秀吉自体が、ね、名古屋城に居座って指揮を取って、そして朝鮮出兵を始めた地なわけです。で、これ偶然なのかちょっと分かんないんですけど、なぜ、ね、その朝鮮出兵を行った名古屋城の、ね、
そういった言われのあるすぐそばから統一教会がトンネルを掘り、ね、そして韓国の釜山からもトンネルを掘り、でどういった、構想かというと、日韓の融和のね、要するに韓国と日本を地続きにしようという、これ要するに旧統一教会、統一教会にしましょう、統一教会の、ね、日本人は教祖だ、そういったことで日本人から金を巻き上げて韓国までトンネルを作ろうと、まあ、実際一番 最短距離で235キロだかそれぐらいなんですよ。で途中で壱岐島があって対馬があってそして釜山、ね、それが大体おおむね235キロか6キロぐらいの、まあ、距離で統一教会、ね、旧統一教会の問題が上がった時に真っ先に桜田淳子はコメントを、ね、SNS に出しましたよね。私たち夫婦は今でも、ね、幸せですみたいな、ね、うちの家庭は、ね、今も仲睦まじく、ね、やってますみたいな、そういったコメントを出していましたが、ね、私たちからすると、ね、特にですよ、年に10万人とか15万人というその合同結婚式を行うにあたって桜田淳子自身はね、日本人と結婚をさせられたからいいですよね。でもほとんどの日本女性が韓国人の男性と結婚させられるわけですよ。でそれもトランプの神経衰弱じゃないんですけどね、ちょっと例えは悪いかもしれないですけど、神経衰弱みたいにね、男女のその写真があって名前が書いてある札を全部裏にしといて、ね、文鮮明が要はですよ、はいこれめくって、でこっちの、ね、女性の方のそういったカードをこうめくって、はいこいつとこいつ結婚させろ、ね、こんなね、というで今のそのね、反白者にしてもみんな同じですよ、ね、一方的に自分たちのね、要するにあなたたちはもう前世からね、赤い糸で結ばれてたんだとか、ね、あなたたちはね、こうこうもうね、生まれる前からもうあなたたちはもうね、夫婦愛寄り添う、ね、連れ合うことになってたんだっていうこと、ね、それを何の違和感もなし、まして韓国人の男性と結婚をしろと言われても普通に、でもやっぱりそうですよ、誰が考えたって理不尽でした。ね、ただ彼女たちの場合は広告塔だったから日本人と日本人で結婚し、ね、したけどほとんどの信者がその日韓の、ね、だからこれは本当にもう地球からこの、ね、我々日本っていう日本人というね、大和民族という私たちのこのね、民族をもう浄化する、ね、暴力だけがジェノサイドかと思う、笑う、そうじゃないですか、それ人間ですからね、当たり前だと思う。ただただですよ、先ほども申したようにその統一教会のね、元統一教会でやってる、まあ今でもやってるその合同結婚式というものをね、改めて考えてみると人権もクソも何もあったもんじゃないわけですよね。お前はこれとこれで結婚しなさい、教祖様が決めたことなんだから、でそれでしたら、ね、私たち、ね、総盲の一般人がね、総盲の死が立ち上がってあまねく広くね、別に国家を転覆させましょうって言ってんじゃないですか。日本人がもう一回、ね、日本人としてスクラムを組んで、ね、経済もそして私たちの、ね、生活環境もというか日本というこの国も私たちの力でもう一回豊かにして、そして世界に対等に物が言える国家にというか国家を目指していかないと本当に埋没してしまうんじゃないかなと、ね、米中ロのこの三角トライアングルのこの日本列島が、ね、この大国、ね、3つの国に埋没してしまう、まあ、そういった、まあ、心配を皆さん方ね、私もかけるわけじゃないんですけど、でも備えあれば憂いなしであって、ね、やはり
常に危機感を持って生きていくっていうこともまたこれ一つ大切なんじゃないかなということで、私の、拙い演説ではございましたが、この辺で終わりにさせていただきます。イルマ市駅または入間市民の皆さん、本当に私の拙い本当こうまだまだ、未熟な演説ですが、まあ、どうかまた来月もここで、マイクを握ってまた皆さん方に何か一つ話題がこう提供できればなと思っております。本当にご清聴誠にありがとうございました。失礼します。Thank you.